どうも、極太ダイナマイトコスケです。こちです。今回はですね、はい、未だに解明されていない生物の謎をご紹介していきます。よ、生物シリーズ。久しぶりの生物学です。はい、はい。ちょっと、ここはもう、はい、お任せしたいって言ったけど。俺からするとやっぱり、いやもうだからそのままもう行っちゃいましょうよ。ここのターンいらないんで、い毎度言ってますけど、最近あったなんか生物的ななんかお話とかないですか？最近あった生物トーク、最近なんか取ったとか食べたとか。取った、うん、なるほど。カバって、はい、なんか水にいるじゃないですか、うん、けど泳ぐの本当は苦手らしくて。そうなの？そうで、地面を蹴るじゃん、はい、その水中にいる時に、うんうん、その蹴りの勢いでプカーって泳げないんだ、マジで。うん、なかなか、いや泳げなくはないんだけど、うん、泳ぐの下手というか、それで、あの巨体をプカプカ浮かしながら泳ぐらしいです。いいですねいらねえよさっさと行け。行きましょう。高評価スーパーサンクスよろしくお願いします。お願いします。それではメインどうぞ。うん、これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼マジは、ねえ、パーク立ち入り禁止しようぜ。そこがいいんだ。極太の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。まずはじめにご紹介するのがですね、はい、生命誕生のプロセスです。極太ではね、何回か同じようなことをね、やってはいるんですけども、うん、やはり私たち生命というのは、どのように誕生したのか、現在でも解明されていません。はいはい、はい。まあ、分かっているのはですね、うん、約38億年前に誕生したと。まあね、地球が46億年前にできた星だから、はい、まあ生命が誕生するまでに8億年かかってるってことなんですね。途方もないですね。長すぎるね。はい、生命にとって重要な分子っていうのが2つあります。何でしょう。アミノ酸。アミノ酸か。そんな感じじゃなかったっけ。いやでもなんかいい感じだよ。なんか極太でも何回かやってんだな。やったよね。アミノ酸みたいなやつだったんだよ。アミノ酸はね、うん、半分正解というか、うん、まあ、ほぼ合ってるね。ほぼ合ってる。大事。じゃあで、あともう一個、うん、水。あー惜しい。あ違う。正解ですね。タンパク質1個目が、あ、まあ、これの中にアミノ酸が含まれる。なるほどなるほど、そういうことか。もう一個が DNA です。 DNA な。DNA が生命の設計図だから、これがないと作れないってことになるね。タンパク質を作るのには DNA が必要なんですよ、はい、で DNA がコピーされたり複製するためにはタンパク質が必要なんですよ。どうやってじゃあ生まれるんだ。それが分かってないのよ。わけが分からんの、うん、だから共生関係だけどっていうことね。卵が先か鶏が先かの理論だよね。はあ、なるほどなるほど、うん、まあ、この2つの重要な分子っていうのがどのようなプロセスを経て相互作用を始めたのか、うん、これが一切解明できてないと。ただですね、1個だけ分かっていることがありまして、一番最初の生命がバクテリアであることは間違いないと。それだけは分かってる。まあ、これがその昔やった海底の熱水噴出孔っていう火山が爆発しているところで生まれたのか、はいはい、それこそその隕石が降ってくる地球外から降ってきて生まれたのか、うん、これはまだ分かってないんですけども。分かってないけどっていうことなんだね、うん、もういい加減覚えよう。タンパク質と DNA。 タンパク質 DNA、 それっぽく知的ブレるからね。そうだね。これも俺覚えたわ。知的ブレはモテるよこれ。マジでこれさえ引っ下げればどんなやつでもモテる。確かに最初のコンセプト忘れてました、うん、女にモテる超都市伝説みたいな。もう忘れすぎた。忘れすぎてた。これ飲み会で、そう、これと肛門ね。これと肛門。モテるか。いい加減にしてくれ。続いてご紹介する謎はですね、はい、シーラカンスはなぜ進化しないのかです。生きた化石とまで言われてますからね。本当ですよね、うん、シーラカンスみんな知ってると思うんですけども、うん、約3億6000万年前に誕生しました、うん、まあ、当たり前ですけど恐竜と一緒にいた生物なんですけども、はいはいはい、これがですね、1938年に南アフリカの東海岸で生きた原生種のシーラカンスが見つかったと、うんうん、その時までは化石でしか発見されてなかったから、はいはいはい、やばい、いるんだけどシーラカンス。そう、これから生きた化石になったんですよ。なるほどなるほど。つまり絶滅したと思われていた生物が未だに生きていたってことにはなるんだけど、うん、はいはいはい、このシーラカンスがですね、うん、まあ、要は3億6000万年前の化石のシーラカンスと比べると、うん、体の形や構造が全く変わってないんだよね。うん、つまりこれがだから進化していないっていう、うん、
ことになるんですよ。はいはいはい。シーラカンスはですね、うん、今2種類いまして、うん、3000万年前のやつを見ると、うん、その時すでに2種類いたのね、うん、まあ、だからその期間のどこかで2種類に分かれてるんだけど、はい、この時ですね DNA の違いが 0.1% しか違わないのね、うん、人とチンパンジーだ。人とチンパンジーの違いは 1.23% なの。あー、そんなあるんだ。そう、そう思うとシーラカンスも全然違わないでしょ。なるほどなるほど。3億何万年とか、うん、3000万年とかっていう月日を経てこの DNA しか違わない、 0.1% しか違わないっていうのが、うん、未だに解明されてないんですよ。なるほどね、うん、人とチンパンジーの進化スピードと、うん、このシーラカンスの進化スピードを比べると、うん、120分の1なんだって。あ、じゃあ全然めちゃくちゃ遅い。脱線しちゃうけどね、うん、人とチンパンジーはねちょっと、まあそうね、まあでもその他の生物と比べると、うん、あまりにも進化のスピードが遅すぎる、うん、まあ、いろんな説言われてまして、うん、進化自体ちょっとね、はい、難しい話なんだけども、そうだよね、進化っていうのは突然変異によって優秀な遺伝子が生まれてそれが子孫を残すから爆発的に変わること、うん、進化だとか、うん、生きるために必要に迫られたから、うん、環境に適応する必要があって進化してるとか、うん、まあこれも解明できてないんですけども、だから進化自体まだ説がこれだっていうのはないってことですね。そういうことだね。なるほど。どっちもかもしれないし、うん、なるほどね。進化する必要がなかったかもしれないしね。まあ、そうなんだね。進化する必要がなかったし、突然変異も起きにくい遺伝子構造なのかとかね、うん、なるほどね。完成形だったのかもしれない。マジであいつが、うん、でも種は残っている。そうだよな。だから結構海の環境下において、うん、結構優秀な、ありえるね、種族だったのかもしれない。うん、あいつこそがこの世界の王だったのかもしれない。そんなことないいっぱいいるから、まあ、クラゲとかさ極太やったけど、そうかそうか、死なないやつとかいっぱいいるんで。話の途中ですがここで極太からの宣伝です。はい。今私たちは考察部屋チャンネルというものが存在しています。皆さん考察部屋チャンネルは登録はお済みでしょうか。これね、メインチャンネルと何ら変わりはありません。内容についてはなんならもう、うん、考察部屋の方がガチです。都市伝説 YouTuber してます。何の時間だよ言いません。ぜひ見に来てください。来てください。以上、極太からの宣伝でした。はい。続いてご紹介する生物の謎はですね、はい、火星にて発見されたメタンです。メタン。これがどう生物の謎なんでしょう。これがですね、はい、2014年火星探査ローバーキュリオシティっていう、まあ、探査機があって、うん、これがですね火星でメタンのスパイク現象って言ってメタンが急激に増えている現象を発見したんですよ、うん、このメタンっていうのは、うん、岩と水の化学反応によって生じるのね、うん、つまり火星に水があるとしたら生命がいる可能性大いにあるじゃん。なるほどなるほど。そうっていうのが発見されたんですけども、うん、このメタン現象っていうのが実はですねその後2019年になってですね、うん、キュリオシティが発見したメタンスパイク現象どこかに消えてなくなってしまったんですよ。この間見つけたメタンは一体何だったのか、はいはいはい、そして火星に生命が存在した痕跡もしくは今もいるのか、うん、これが未だに解明されていません。どうなんだろうね、うん、いないのかね火星。なんか結局のいろいろやってるけど、そうね、なんか地下に氷があるとかな、水があった形跡があったとか、本当に難しいんだよね。近いって言っても遠いしな。いやそうだね、うん、そう月と比べると全然遠いからね、うん、爆発的な科学技術革新がないと確かにな、難しいのかな。もしかしたら今後ね発見されるのかもしれないね、うん、あるかも、うん、だし生み出せるかもね、出せるかもしれないね、うん、まあ、もうちょっと NASA の偏差値が高ければ。誰が言ってんのお前大学8人ギリ卒業だからそこそこ俺言えないけど、すいません気をつけるな続いてご紹介するのがですね、うん、頭の良さと脳の関係です。はいはいはい、まあ、頭の良さっていうのと脳が例えば大きい小さいとか、うん、シワが多いとかそういうのがどう関係しているのか、これ未だに解明されてないんですよ、うん、で昔はですね、はい、頭が大きい人の方が頭がいいって言われたんですよ。まあなんとなくわかるよ、容量が多いからみたいな、まあ、イメージはできるでしょ、はい、ただですねアインシュタインはですね、うん、平均より脳のサイズが小さかったんですよね。なるほど。だから
これ間違ってると。でしかも当たり前ですけど、成人男性の脳の重さが約 1350g、うん、成人女性の脳の重さは 1200g なんですけど、うん、まあ、その脳の処理の速度っていうのは違いがないんですよね。でもと比べても脳の大きさは頭の良し悪しに関係がない、判断ができるんだけど、なるほどなるほど。これが頭の良さを決めてんじゃないのかっていうふうに考えられたのが脳のシワの数なんですよね。でこれがですね、うん、ダチョウってめっちゃバカなんだ、うん、なんか3歩歩くと忘れちゃうみたいなこと聞くよね。そう、なんかね、子供がいるダチョウの子供すり替えても、うん、ダチョウは自分の子供が買ったことに気づかないみたいな、あ、はいはい、それぐらいの処理能力なんだけど、うんうん、脳みそツルッツルなんですよね、うん、逆にそのイルカとかシャチみたいな、うん、コミュニケーションも取れるし運動能力も高い。3歳児ぐらいの 脳があるっていうのね。言うでしょ。イルカとかシャチとかはね、もうシワッシワなのよ、うん、っていうのを見るとシワの数あんじゃねみたいな、はいはいはい、説もあったんですけど、はい、シワの数だけで言うとイルカの方が人間より多いよね。ああなるほど。そう、じゃあ違うか。そう、イルカがね IT 技術使えないとおかしいってことになっちゃう。そうだね。じゃあ何が頭の良し悪しを決めてんだろうっていうのが未だに解明されてないんですよ。なるほどね。うん、生物のってことか。生物の、そうだね、うん、何が知能、知的生命体になったのかみたいな。そういうこと、そういうこと。わからないのか。絶対に脳だとは思うんだけど。そうだよね。ただそれといってこう特徴的な何かがあるかっていうと難しいっていう。確かに、うん、いや面白いなこれ、うん、今ねこれじゃないのって言われてる、まあ、今の多数説があって、うん、それが大脳皮質にあるニューロンの多さとつながり方っていう。もうわけが分からん。ニューロンがもう嫌だもん。出さないでほしい。つらい。もう多分ツルツルだと思う。そんなことない。まあでも生卒大体ツルツルって聞いたんですけども。だから両親戦卒に殺されてるよね。絶対そうなんですよ、ね、やっぱね、はい、このニューロンっていうのが要は脳のネットワークを作ってるんですよ、うん、ニューロンが脳内で情報を伝達してるのね。これが、まあ、人とかイルカとかはめっちゃ多くてすごい緊密につながっているんじゃないかということが、まあ、今多数説言われてるんですよ。じゃあこのニューロンの数を増やしてつながりを緊密にするにはどうすればいいのかっていうのがあって、それが3歳までの間に脳になるべく多くの刺激を与えれば大人になってもそのニューロンの数が増えるんじゃないかって説が今言われてるのね。いっぱいいろんなこと体験させろみたいな。そういうことだね。それこそが人間の頭を良くするへことにつながるんじゃないかと。ほぼ遺伝だって言いますけどね。それもやっぱでかいんだろうけど、うん、その遺伝からプラス環境要因としてそうっていうのが可能性があるのがやっぱ3歳までの刺激の数。お前らはもう終わりってことだよ。3歳以上でしょうから、うん、まあ分かんない。でもめっちゃ頭いいかもしれない。そんなわけないか。そんなわけない。極太見てんだもん。しょうねえや。厳しいっすね。でですね、はい、ここからはメンバーシップ専用の動画となります。ごめんなさい、ごめんなさい。ぜひね入ってください。はい、500円なんで。ここからはですね、本当はみんなに言いたかったんですけど、まあ、右脳と左脳についての謎があるんです。逆にね、メンバーシップ入ってる方は見れますので、見れますんでお楽しみください、はい、気になった方はね、ぜひ入ってみてください。はい、僕ルートダイナマイトってことでしょ。未だに解明されていない生物の謎でした。はい、いや面白かったっすね。うん、いや言語や。あ、ごめんなさい、メンバーシップじゃないとわからない内容でしたね。ちょっとうるさいな。まあ本当におまけみたいなもんなんで、まあそうですね、はい、興味があれば、はい、ぜひ入ってください。生物もやっぱまだまだ分かんないことだらけですね、うん、そうですね。まあ散々やってきましたが、はい、これらの謎を解明する日が来るのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、何個か生物の謎をご紹介してきたんですけども、まあ、1個だけ分かっていることがあります。ほう、それがですね、頭いいやつはいいし悪いやつは悪いんです。くだらねえこと言うなよ。そういうもんなんです。何の時間だよ。脳のシワの数とか、うん、そういうんじゃない。いいやつはいいんだ。お前らはダメだ。それは言ってないんだよな俺。以上、極太ダイナマイトでした。ひどい。ありがとうございました。極太のマイトシンスコナー。今回はですね、はい、極太ってそんな風に思われてるんだっていうことでもあるんですけど、うん、とある、まあ、肛門ニュースが世間に流れまして、うんうん、まあ実はですね、うん、リプがいっぱい来ました。来たね。うん、来たよね。どのリプよりも先に俺が高一にリプしてました。うん、お前が一番のファンじゃん。だからなんかいつもいつもやめてくれよとか言ってるけど、誰よりも早くこいつから LINE が来ました。
しかもね、どれぐらい早いかっていうと、みんなの前日に来てます。こんなこと言いたくないんですけれど、訪問ニュースしようって言ったのが、僕だったかもしれません。多分お前だったと思うんだよね。俺はだからやらされてるだけなんです。あと、もしかしてなんだけど、ずっと訪問ニュース探してる。もしかしてなんだけど、言えてるかもしれない。それは秘密で、今回は何だったんですか。これ本物ですよ、お前。今回はですね、はい、台湾に住んでいる50歳の男性がですね、肛門にヤシの実を入れてしまいました。ヤシの実は入らないんだよ、どう考えたって。こうじゃん、ハワイアンツとかでみんな飲んだことあるだろ。コナッツのね、うん、ジュースですよ。入らないよ。まあね、レントゲンではなくて、実際に入っていたヤシのサイズなんですけども、はい、いつも通り極太の公式 X の方で公開しますので、公式とコウスケと僕の X を全部フォローしてください。お願いします。ではお見せします、どうぞ。こちらですね。でかすぎだろ。 7.5cm、 直径 5.7cm。 でかすぎだろ。これ本当にね、いつもなんかさ、17センチの棒とか言ってるから、みんなその分かんないと思うんだけど、でかすぎて、肛門から直接摘出できなくて、開腹手術することになったんですよ。かっぴられたんだ。でかすぎて取れなかった。なんで入ったんだよ。じゃあ意味が分かんない。人体ってすげえ、異物が大きく、奥に入り込んでいたためだそうですね。すごすぎるね。これもほんと生命の謎ですよ。うるせえな、マジで。解明できない。解明できない。やはり肛門っていうのは強く惹かれてしまうものなんですけれど、囚われてはいけない。肛門に囚われてないですけどね。肛門はいつもこちらを見ている。見てないですよ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。